子供のまーちゃんです。ことたま天風先生からということで、今回は、悩みは無意味なものというお題です。およそ悩みという心理現象くらい人生を暗くするものはない。したがって人生に対する哲学的最高理想から言うと、この心理現象は人類に対してはむしろなくて良いものだと言いたい。そうですね。いや、反対に人間である以上は何かしらの悩みを心に持っているものが当然だと思い決めている。中には悩みを持たぬ人間なんていうものは人並みの人間ではなく極度に神経の鈍い愚か者か、さもなくば何の不自由も不満も感じない恵まれきった人生に生きている幸福な人か、完全に人生を悟っているという極めて稀有な優れた人だけのことで、普通の人間である限りは断然そんな悩みのない人間などというものはこの世にあろうはずのないことだと思い込んでいる人さえあると。そうですね。しかしあえて言う、はい、もしもそうした考え方が正しい真理だとするなら、およそ人生くらい惨めなものはないと言わねばならない。人間の心は真理に合致して積極的であり得るならば、悩みという人生を暗くするような消極的な心理現象はその意識領域の中に絶対に発生しないという価値高いものが自己の生命の中にあるということを正しく認めていないからである。なるほどね。ちょっともう一回言います。人間の心は真理に合致して積極的であり得るならば、悩みという人生を暗くするような消極的な心理現象はその意識領域の中に絶対に発生しないという価値高いものが自己の生命の中にあるということを正しく認めていないから、認めていないからであると。絶対に発生しないという価値高いものが自分の生命の中に、正しく認めていれば、認めていればこう消極的な心理現象、悩みというもの、そしてそれが悩みによって暗くなるような気持ちになることはないと。だから積極的な真理、あれば悩みというものはないということですね。これで言えばそうですね、そうですね今結構こういろいろ私的にこう悩んだりしてますけども、それってやっぱりなんか立ち止まって悩んで、で結局自分を追い込んで暗くしているんだなと。だから今は積極的な気持
じゃなくて、消極的になっていると。だから本当はそうじゃなくて、あれ、テンプ先生、苦しみも微笑みに変えるんだよな、微笑みに変えて積極的でいようよと。要は その気持ち、そっち側にもう行かないようにしようと。その領域にはね、意識の領域には悩みとかそういう暗くなる領域には入らないようにしようと。で、積極的に行こうよっていう話ですね。そうですね、私が若い頃、あれですね、大学の時とかかな、すごい、あの時はもうがむしゃらに前に進もうと思ってね、何ですか、すぐ出てこないな、ど素人のお笑い芸人みたいなことをやってて、でもお客さんを入れてると、高校生をターゲットに、お客さんが入って、そのお客さんを笑わせなきゃいけないと。お金ももらってるしと、まあ2、300円ですけど、でもね、たかが2、300円でもね、されど2、300円で結構高いですもんね。300円とかでもね、高校生で言えばね、ジュース買えるしね、タバコは買えないか、違う、タバコはダメだね、それはもうもともとダメだけど、そうね、まあいろんなものを買えたりする、その300円、月に1回の300円、だからもう無我夢中っていうのはこれでしょうね、積極的しかない、悩んでる暇はない、もう毎日24時間、時間をするしかないんですけど、ネタをずっと考え、笑いを考え、でもいろいろ足を引っ張る人がいたり、変な噂立てられたりしてたけど、あの時は無視してましたね。いや、俺は笑かすことができる、でもっと一番笑かせてプロに近いような、いや、プロ、俺はプロだと、プロのお笑い芸人だという気持ちで、攻めてましたよね。その時はもう、意識的には積極的な意識領域に入ってましたね。そう考えれば、あの時一番楽しかったし、一番その自分で思って、そうか、一番思ってお客さんが笑ってくれて、で笑ってくれることってやっぱりそこ自己肯定感が上がるわけですね。そうですね、そう、それって大事なんだ今すいません、今になって。だからやっぱり人って、私がその笑いで知らない人を笑かした時は他人ですけど、まあでも知り合いとかでも友達でも、あれですよね、身近な人でも、笑かしたり楽しくしたりすれば、笑ってくれるだけで自己肯定感が上がる。まあね、普通の人は笑かすとかないけども、楽しい話したり、そうか、なんかちょっと変な話になっちゃうけど、積極的な思考でね、普通にこう楽しい話する人って仕事場でも学校でも
やっぱりみんな集まってくる人、うん、引き寄せの法則みたいな感じで、多分そうなんでしょうね、うん、大谷選手もそうだしね、うん、でそれにこう周りの人が反応するから、それによって自分が自己肯定感が上がって調子を超えてしまうと。で逆にちょっと今思ったのは、消極的な思考で、要はその他人の悪口を言うっていう、まあ、いわゆる女の女性のね、なんて言うんですか、特徴っていう言ったら、まあ別に差別とかそういうのはないんですけど、この女性の人がね集まって、なんおつぼねさんじゃないけど、なんていうんですかね、その悪口をこう言って、でそれに周りの人たちがついて、あそうだよね、あの人はあだよね、こだよねって言ってる時の、その時にその悪口を言ってる女の人でも、まあまあ男の人でもいいんだけど、そういう風な人がやっぱりこの世で残って悪さをするっていうのは、そこに周りが嫌でも共感しちゃうから、その人が自分に悪いことは正しいことだって自己肯定感が上がるんでしょうね。うん、そうですね。この自己肯定感の上がり方っていうのは、結局積極的でも消極的でも同じなんですね。周りの人が反応してくれることで自己肯定感が上がるっていうことなんですね。そうか、そういうことか、うん、それはまあそこの、まあ、一番ね悪い人がそういうふうになるのは問題ですけども、うん、いやそういうふうなのでね、仕事でも結局パワハラとか、私も鬱になりましたけど、やっぱり仕事場でこう力ある権力っていうものを使って、結構上の人がやっぱり消極的思考でこう周りに威圧したりしてしまうと、みんながそれに従ってしまうと。そうなるともう自分はもう偉いんだ、周りが言うこと聞くんだってなって、人をいじめてもそれが正しいと思ってしまうんでしょうね。そういうことか。だからこうね、悪い方向に行ったり、まあ、戦争でもね、過去のヒトラーとかも、あの人もそうでしたもんね。結局自分の考えたことが間違ってるって判断できなくなっちゃうんでしょうね。だから、そうではなく積極的な思考であっていれば、おのずとまあ、なんだ、左右って言えば保守的な、まあ、普通の感覚の人間になるということですね。あら、一個で終わっちゃうこれ。すいません。いやでも、そういう風な話をね、ちょっとねこの前、SNS でこうね、知らない方とお話っていうかね、メールのやり取りしてたら。そんな話をね、女の人たちの中に言うと、私はなんとかになるから嫌だって言って、私はぼっちになるんですみたいなことを言ってて、分かる分かるとかって、なんかお構いになって言っちゃって、変な話になりました、すみません。そういうことで、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、じゃあね、またね、バイバーイ。